ハリソン君、これは車種名は？おお、ベルファイヤー。ベルファイヤーらしからぬアルミホイール履かせてるでしょ。オールテレンアゲファイヤー。覚えたね、ハリソン君、アゲファイヤー。最近ね、ありがたいことによし、摘出結構上がってかっこよくなると思うよ。おお、すげえ、めっちゃ上がってる。皆さんこんにちは、ユニバーサル店長マサトです。カメラマンはイエーイということで、ハリソン君、これは車種名は？おお、ベルファイヤー。オッケー。で、もう見るからにさ、見て、これ。ベルファイヤーらしからのアルミホイール履かせてるでしょ？そう思わない？なんかオールテレン。やっぱさ、アルファードベルファイヤーやったらこういうさ、ね、アルミ履かせるじゃない？うん、ね、だけど、今回これ履いてます。はい、なぜかと言いますと、ででーん。今、ちょっと隠れてるけど、これですよ。いつものエスペリアさんのスーパーアップサス。そう、アゲファイヤー。そう、アゲファイヤー。覚えたね、ハリソン君、アゲファイヤーね。アゲファードとかね、アゲファイヤーとかってね、よく聞くけど、今日はアゲファイヤーです。アゲファイヤー、アゲファイヤーの作業依頼、もちろん多分 YouTube ご覧になってとかだと思うんだけど、インスタからね、最近すごい多いですよ。インスタで DM でご予約、注文、お問い合わせ、すごい多い。ありがたいですよね。毎日一生懸命インスタ頑張ってるから、そのおかげかも。ということで、これから作業していきます。もうね、20を上げるのはね、見慣れた風景ですけど、30を上げるのは今回初めてですから、当店では。初めてなの。なので、お客様からね、ご了承いただいて、上げ、作業風景も含めて、ね。よろしい？ということで、レッツスターティン。違う？レッツゴー？レッツゴー！最近ね、ありがたいことにこういう取り付け系もすごいいただいてるし、取り付け系もいただいてるし、あと T スタイルさんの車庫長もね、評判が良くて、そう T スタイルさんの車庫長の販売取り付けもさせていただいてます。すごい熱い。あちちだ、あちち。あちちくない？本当？あちちですよ。走ってきたばっかりだから、エンジンの熱が。灼熱のように熱いですよ。うん。うん。ああ、それね、いじりにカスタムの仕方によるね。うん、ただ上げるだけだったら、確かにベルファイヤーの方がなんかそういう見た目に見えるかも。だけど今多分出てるトムさんのさ、揚げファードあるじゃない？あれ最高じゃん。あそこまでいったらもう最高ですよ。だからね、あ、前、あ、名前揚げファイヤー、揚げファイヤー、なんかなんだろう、あれじゃない、もうヨガファイヤー、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 今の若い人知らないでしょ。知ってんの？いや、まだやってるよね、そういう使い方。何？あ、ゲーム？うん、やってる人いるの？なんかほら、今はあ、そうなの？ヨガファイヤー？だってヨガファイヤーなんて俺らが小学生の時に出してた技だもん。小学生の時に友達に向かってヨガファイヤーってやってた。通じる？うん、なんだろう、こういう車持ってる人多分してるんじゃないかな。うん。うん。よし。はい、ワイパーリンク摘出、よいしょ。もう汗ダクダクですよ。今年は遊べるかな、いっぱい。今年は遊べるかな、うん、夏を満喫できるかな。そう、海とかギャルとか、ギャル、そう、海とかギャルとか、あとギャルとか、あとギャルとか、うん、全部ギャル。俺ギャル目指してるから。そう、そう、俺ギャルになるから。フロントはね、このワイパーの下とかその辺あたりを取らないと、どうしても足回りがね、足回りのストラットのボルト3本が取れないので、これを必ず取り外す作業からやってまいります。ティリティー、オーケー。パラパラダンシング。アーゲーファイヤー。ああ、アーゲーファイヤーかい。ああ、あれでしょ、ナイト・オブ・ファイヤーでしょ。うん。よし、摘出。よいしょ。それじゃあこいつをもうすぐ揚げ仕様にやってきますよ。よし、オーケー。フロントは終了。よし、じゃあ次後ろ行きましょう。後ろはちょっとハリション君のお手伝いも必要になります。もう終わりですからね。見たいっすね。見たいっすね。ね。結構上がってかっこよくなると思うよ。下げます。おお、すげえ。めっちゃ上がってる。どう？めっちゃ上がってる。かっこいい。マットタイヤ履かしてるからなお上がって見えるね。かっこいい。OK ということで完成しました。どう？想像以上に上がったでしょね。多分これぐらい上がってます。もう乗った感じがもうお上がってるって感じね。これでまたように1台揚げ板が出たということで最高じゃない？いやー欲しいなっていうか、うちで1台作りたい。こういうのほんと上がったミニバン LM はちょっとね勇気いるよ。 LM はちょっといいな。揚げ板さあこれだけやってんだからさ、まあ、デモ会今までちょっと1台だけ作ったことあるけどちょっと欲しいな。30で上げるのありだな。かっこいいな。こうボディ色とアルミのねこの感じもすごいマッチしててすごいいいと思います。最高の出来上がりになりましたね。これ見て30も30乗りのオーナーさんもあいいなあげてもと思った方は是非ユニバーサルに連絡いただければあげて差し上げますのでね。あげファイヤーということでよろしいでしょうか。じゃあ今回もチャンネル登録高評価コメントの方よろしくお願いいたします。